ついについに彼を捕まえることができたこれで私のものにあら起きてたのねもう少し寝ててもよかったのに目隠しとされ器をつけられて怖い怖いよね でも大丈夫今取ってあげるから目隠しを外してとほら私の顔が見えるんどうしたのそんなに驚いた顔して何か言いたげな顔をしてるわね猿靴輪を取ってあげるから私に教えてね ちなみに、叫んでも無駄よ。防音対策をしてあるからね。それでいつまでも黙ってないで、何か言いなさいよ。それとも、怖くて話せないって、えちょっと待って。結婚してほしいって。 監禁するために連れ去った私が言うのも変だけどあなた拘束されてるのによくそんなことが言えるわね少し落ち着かせてちょうだいさらわれてるのに急に愛の告白嬉しいけどなんでかしらわからないわね 私が行動する前に落ちているのはいいことだけどどっちにしろ確認を結婚しようっていうことは私のことが好きなのよねどうして電車で何度か目が合った確かにあなたのことを観察している時に 何度か目が合ったことがあったけど、それだけで惚れるなんておかしいでしょもしかして、私を騙そうとしてるの逃がさないわよ、絶対に。どんな手を使っても。違うじゃあ、理由を言いなさい。言えるでしょ 綺麗な人だと思って目で追っていたら、何度か人助けをしているところを目にしたそうね。駅で迷ってる人に道を教えたりはしていたけど。あ、今はやってないわよ。あなた以外の異性と話したくはないわ。わからないわね。その程度のことで。 恋に落ちるかしら。けど、真剣に私のことを見てるし。そう。私のことを好いていることは分かったわ。でも、信じられない。だから、信じられるように、薬、飲ませるわね。 そう、惚れ薬私のこと好きなんだよねなら飲めるよねバッチコイン何なら口移しでしてほしいってえなんでそんな恥ずかしいこと平然と言えるのよ好きだからって 確かに、そうだけど、恥ずかしいんじゃない。早くって。ああ、もう、わかったわよ。ほら、こっち向いて。あなたの味がして、美味しい。確かに。 ちゃんんと飲んだわね信じてあげるわ。これからあなたのことをもっと落とすためにいろんなことをしてあげるから覚悟しておきなさい。だ、大好きって。ああ、もう。あなたにはペースを乱されてばっかりだわ。